足長サラグモはサラグモかのクモ。この類では大きい方で、また普通に見られるものの一つである。伏せ皿型のサラモウを貼る。体長はメス生体で4.5から6.5ミリメートル。このトガでは大きい方に属する。足は法則、非常に長い。頭胸部も腹部も卵型。頭胸部は高褐色から褐色で、周辺部は色が薄い。頭部はやや盛り上がる。 腹部背面は白で、前半部では中央に、縦の黒い状とその両側に2体の黒縁。後半部では横長の黒縁が縦に3つある。オスではそれらは不明確になる。ふわしは高褐色だが、生きている時は緑色を帯びる。腹面は黒っぽく黄色を帯びた半紋が目立つ。草の間や樹木の下枝あたりまでにドーム状の網を張る。 6月下旬から9月頃まで生態が見られる。有生態はメスの網に入る。日本では北海道から九州、それに奄美諸島に産する。北海道では平地から低山に本州以南では産地に多いとされる。国外ではロシア東部、中国、韓国から知られる。同族のものとしては白淵サラグモが似たような場所で見られる。本種ほど足が長くなく、 廃坑が黒か主色で円が白い。北海道では大陸サラグモも普通。俗は異なるが湯の浜サラグモも同様な場所に見られる。その中で本種は成熟が遅く夏後半まで見られる。より普通種としてはヘリジロサラグモが日本全土で山間部から都市周辺まで広く見られる普通種である。なお、斧はこの種や シロブチサラグモなどをシロブチサラグモ族プリリニーフィアとし、その場合、この種の学名はピーロンパデラである。以下、種として、オノピー337から338、ウィキスピーシーズには、アシナガサラグモに関する情報があります。ありがとうございます。